この辛くないのに私たちの人生は辛いと、こういうことはなぜだろうか、なぜこの所得もほぼ世界一、平均寿命もほぼ世界一という中で、しかも非常に安全な社会を作っているのにもかかわらず、我々がもう一つ満足していない理由を探っていこうということですが、今から200年ぐらい前ですね、19世紀の初め、ヨーロッパの白人は非常にこう力が強くて、軍隊を世界中に送りまして、次々と有色人種の国を侵略して、植民地にしたわけです。しかし非常に幸いなことに、日本が東の外れ、極東にあったのでですね、なかなかそこまで、ヨーロッパ人も到達しませんでした。例えば日本がインドにあって、インドが日本のところにあったらですね、やっぱりイギリスはまずそのインドのところにある日本を占領して、ずっとこうインドシナとか占領して、中国に行って、中国からインドというか今の日本ですね、そういうふうに来たでしょうね。こういった地理的なものが非常に日本に幸いしました。でしかし日本も、いよいよ幕末になりますと外国白人の勢力が強くなってですね、それで鎖国を解いたわけです。で鎖国を解いてですね、白人の人たちが日本に来てみてびっくり仰天したわけですね。これはアジアの国は十分に見てきた白人がびっくりしたわけですが、彼らは皆よく声、身なりもよく幸福そうである。一見したところ富んだ者も貧乏な者もいない。これがおそらく国民の本当の幸福の姿というものだろう。私は日本を開国して外国の影響を受けさせることが果たして日本人の幸福を増やすことになるかどうか疑わしく思う。質素と正直があれば黄金時代を築けるとしたら、どの国よりも日本がその典型的な社会だろう。生命と財産の安全、人々の質素と満足は現在の日本、現在とは幕末なんですけど、日本のはっきりとした姿であるように思われる。これはアメリカ大使のそのものをですね、後に渡辺教授さんが文章にしたものを引用させていただいております。一部ちょっと分かりやすく変えているところもあるんですけれども、この中によく表れておりますね。彼らは、日本人は、その当時の日本人はみんな太っていると。というのは、要するに圧政のもとにあえいでいるような例えば国はですね、飢饉なんかも打ち続けば、やっぱり、住民は痩せてるわけですね。それから身なりもよく、ちゃんとした小ざっぱりとした服を着てる。それから 見かけ幸福そうであるということがまず第一である。それから富んだ人も貧乏人もいないということですね。割合と均一である。一億総中流階級と言われた時代も最近あるわけですが、富んだ者も貧乏なのもいないと。ここで、日本が朝鮮を併合した時の朝鮮の状態をこう言うとちょっと差し障るんですが、朝鮮にはヤンバンと言われる一部の貴族と、それから極貧のもとにあった住民という2つがあったわけですが、日本ではそうではなかった。だから普通その当時の白人が有色人種を植民地にするときは、私たちの文化を受け入ればより幸福になりますよというような言い方だったんです、考え方だったんですけども、それが本当だろうか。第2段目が本当にそうですね。質素と正直があればいいんだということを仮定すると、それは日本がその典型的なもんだと。生命と財産は安全になってるし、それから人々の質素ですね、質素と満足。いや、これを外国人が感じたわけですね。質素なのに満足してる。それが日本の姿なんだということですね。本当にその質素、当時の日本が安全な社会で生命と財産が保障され、質素だけれども満足していると。それで幸福だったというわけですね。それでこのものの表紙はですね、ほとんど見えないような字で書いたグラフを、ざっと見てもらいたいと思うんですが、このグラフは1日が終わるときに、今日はいい日だったなと思った人の割合を国別に青い棒グラフで示したものですね。グラフの上の方は、多くの人が今日は良い日だったと思う国でですね、アフリカとか南アメリカの国がほとんどで、先進国ではアメリカが13番目、イギリスが22番目におります。ところが、目をグラフの下に下ろしてもらうとですね、
青い棒グラフがほとんどないのがあるわけですね。その最下位の国が実はなんと日本なんですよ。この調査によれば、今日は良かったと思う人は日本人のたった 8%、 その上が残念ながら韓国の 9% ですね。まあ、これ日本と韓国がもう不満持ちの国なんですよ。こんな不満持ちな国がですね、隣り合わせになってるわけですから、まあ若干いがみ合うでしょうね。つまり現代の日本は気候がよく、これ私ね、随分世界を旅行して日本ほど気候のいいところってあんまりないんですよね。山地水明、四季折々の自然に囲まれて命の危険をほとんど感じない。治安は素晴らしくですね、まあ10万人当たりの殺人件数 0.6 人と世界最低であります。女性でも夜一人で歩けるという珍しい社会。あとこれでも満足してないんですね。かつての日本人は質素で満足して不満なしだったんですけども、今の日本人は恵まれていて不満だらけということですね。なぜでしょうか。もう一回繰り返しますと、江戸時代の終わりに比較しますと、現在の日本は所得、生活レベル、健康、寿命などであらゆる点で幸福に生きることができる環境は世界のトップにいるんです。ところが最も世界で不満の多い民族と、満足しない民族ということになるわけですね。つまり環境が素晴らしくいいのになぜ不満なのか、それは環境の方に問題があるんではなく、我々現代の我々の心の中にあるんじゃないかと。欲深い心が何かそういう不幸、不満足というものを作っていってるんではないかと、そういうふうに思われるわけです。